フォートローダーデールストライカーズはかつてアメリカ合衆国フロリダ州フォートローダーデールを本拠地に活動していたサッカークラブである。なお、フォートローダーデールストライカーズを名乗ったサッカークラブは歴史上複数存在するが、本校では2006年から2016年まで活動したクラブについて扱う。2006年マイアミ FC として設立され、2011年に フォートローダーデール・ストライカーズに改名した。同じフロリダ州に本拠地を置くタンパベローディーズとは長年ライバル関係にあった。2014年12月11日、元ブラジル代表サッカー選手のロナウドがクラブ所有者になったことが発表された。2016年9月22日、ESPN によってクラブの財政状態が危機的な状況にあることが報じられた。 同年年11月、タンパベイローディーズのオーナーであるビル・エドワーズは、ストライカーズに対し貸し付けた資金30万ドルが返済されていないとして、訴訟を起こした。有志の担保には、チーム名の使用権及びその他の有形資産が、含まれていたため、これら全てが差し押されられたことでチームは、実質的に活動休止に追い込まれた。2017年1月6日、 2017年シーズンの NASL から除外されたことが発表された。なしなし。ありがとうございます。